今日はスペシャル啓発企画ということで、ここにですね、なぜか戸籍謄本と転籍届があるんですけども、私、解放同盟と裁判してるんですけども、まあ、その流れでね、まあ、解放同盟員が自分、部落出身だっていうことを証明しないといけないみたいなことになってて、それで、まあね、まあ、解放同盟側の主張としては、本籍地が、部落にあるから自分部落民だっていうような主張をしてる人が結構いるんですね。中にはまあ別に部落に住んでるわけじゃないけど、本籍地が部落なんだって言ってね、主張してるんですよ。ポイントは出生地じゃないんですよ。本籍地なんですよ。なんか伊勢原の解放同盟員の人で、自分部落出身で今も部落に住んでいるって言ってる人がいるんですね。で、まあ解放同盟員の住んでるとこだし、まあ、同和地区指定もされてるんじゃないですか、伊勢原市によって。ということで、そこにね、本籍地を移せば、もう確実に部落民でしょうという、まあそういうことなんですね。ということで、これからですね、伊勢原市役所に行ってですね、実際にその解放同盟員の住所に、本籍を移してみようかと思います。ということで、部落民になりたい方はぜひ参考にしてみてください。では、伊勢原に向けて出発します。はい、というわけで伊勢原市役所にやってきました。これから書類一式出します。多分ね、特に何も突っ込まれなくて淡々と終わるんじゃないですかね。まさかね、なんで部落に本籍移すんですかなってね、市役所の人間が聞くわけないしね。ちなみに詳しくない方のために説明しますと、本籍地っていうのは、これ言ってみればね、本籍を管理してる役所のことですからね。だから例えるなら銀行の支店みたいなもんですよ。実際そこに住んでなくても、まあどこの支店に口座があっても、今全国どこでもね、お金の出し入れできますよね。それと同じようなもんで、ただその書類がそこの役所に置いてあるっていうだけのことであって、それ以上の意味はないんですよ。だからね、なんかこういう制度もどうなのかなと思うんですよ。戸籍制度をね、なくせなんて言ってる人がいるけど、まあ僕はその家族制度がどうこうとかね、家制度がどうとかっていう以前に、もう古い制度で、もう今の時代に合わないというか、この IT 化された世界にね、合わないので、まあもっとね、大きく、変えればいいんじゃないかと。というか、まあ戸籍なくてもいいっていう考えもありますからね、本当に。住民基本台帳にも一本化してしまうっていうのも僕もありだと思うんですよ、個人的にね。ただそうする場合は、結局その戸籍の代わりになるようなものがそっちの方に制度として組み込まれるっていうことになるんで、だからまあなんだかんだで今の家族制度とか家制度っていうのはまあ残るとは思うんですけどね。ただあくまで手続き上の問題っていうだけの話ですね。転籍届出したいんですって言ったら、このように番号札を渡されました。これから呼ばれるんだと思います。はい、今書類を出し終わりました。別になんでね、鳥取から座間に住んでて伊勢原に本籍移すんだとかね、そんなこと全然突っ込まれなかったですね。淡々と終わりました。ただ一応ね、最後に最終確認してもう一回呼ぶということなので、ここで何もなければ結構ね、時間かかって、実際にその証明書というか戸籍謄本が発行できるようになるまで1ヶ月ぐらいかかるそうです。はい、ということで、転籍届を出してきました。何も突っ込まれなかったですね。はい、非常に淡々と終わりました。なんかね、1ヶ月かかるみたいなこと言われたんですよね、証明書を取るのに。実は今日予約しとけば、もう1週間後ぐらいに取れるんですね、役所の窓口だったら。コンビニとかじゃ無理ですよ。10月25日午後1時に、ここに来たら証明書がもらえるそうです。さて、それでは、10月25日にタイムワープしてきたんですけども、あいにくこの通り雨模様で、ただまあ雨って言っても別にね、戸籍謄本もらうには関係ないので、ではこれから、全部事項証明書を受け取りに行ってきます。はい、分かりました。はい、
ということで番号札をもらって、しばらく待ちます。はい、ということでこの通りめでたく、まあ何のゆかりもなかった土地に転籍ができました。まあ従前本籍って残るんですよね、転籍すると。うん、ただあとまあ2回か3回かね、もう部落から部落へ転籍してあればもう追跡することはほとんど不可能になるので、そういうことで皆さんもね、部落民になりたい方はぜひ、真似していただければと思います。